すいませんね、お待たせしちゃって。なんか遅いですね。荒、はい、木さん、なんか最近新しい写真撮ってるんですか？空の写真が多いんですけどね。空、はい、でも荒木さんの写真っていうのはほら、目の高さでもってね、はい、まっすぐ姿勢よく撮るっていうのが荒木さんの写真でしょ、はい、まあ、心境の変化ってやったんでしょうかね。心境の変化、はい、まあ、お茶でも。あ、どうもすいません。あの、ここはね、早稲田にある荒木さんの事務所なんですけども、今日はあの先頃お亡くなりになった荒木さんの奥さんの陽子さんと、それから写真のことをいろいろお話を伺おうと思ってやってきたんですけども、なんか今助手さんに聞いたら、なんか最近空ばかり撮ってるんですよね。その辺もちょっとよく聞いてもいいと思うんですが、なんかでもそれにしても遅いね、随分。私はどういうわけか、自分は大病をしないのではないかなどという根拠のない楽観主義で今まで過ごしてきた。ところが平成元年の8月11日に東京女子医大に入院してからというもの、なんと3ヶ月もの間闘病生活をしてしまったのである。子宮筋腫といったら、通常は良性で手術をしてしまえばもう何の心配もなくなるのだが、私の場合はたちが悪くなっていたのだそうだ。窓から見える8月の青空も自分とは無関係な明るさに感じられ、なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろうとばかり私は思っていた。夫はこんな私を慰めるためにいつも大ぶりな生き生きした花束を抱えてやってきた。一抱えもあるような背の高いひまわりは見事だった。夫の去った後、鮮やかな黄色の炎のようなひまわりを見ていると、確かにそこには夫の姿やぬくもりや匂いが感じられ、私はいつまでも見つめ続けていた。人の思いというのは存在する、本当に存在して疲れた者の体と心を癒してくれるんだと、私はこの時嫌というほど感じ入った。涙がコロコロ流れ出してなかなか止まらなかった。天も泣いてますよ。ずいぶん待ちくらっちゃべりましたよ。急にちょっとさ、あれ黒猫をね、大田少女を見たくなって。何その黒猫の大田少女ってのは、ね、陽子が、あれなの、あとね1週間なんて言われた時に、
なんかさ、歩きたくなっちゃってさ、車じゃなくて、うん、で女子医大からここまで歩いたのよ、うん、でその途中に用品屋さんの看板なのよ、縦看板、うん、こう黒猫抱いたね、うん、少女の看板があるわけよ、うん、それが彼女のさ、うん、なんか少女時代みたいでさ、すげえ良かったよ。陽子さんの少女時代を彷彿とさせる看板、うん、そう。でそれちょっと今日急にさ、うん、見たくなしってさ。どうした？そう、こういう天気だからセンチメンタルなんのよ。なんかさっきね、助手さんに聞いたんだけど、うん、なんか空を撮ってるっていうじゃない。そう、うん、っていうかね、うん、それもね、そのきっかけっていうのも、その初めてね、8月に入院したんだけどさ、うん、その手術の日にね、うん、で手術室から彼女が出てって、まあ送ってってあげればよかったんだけどさ、残ったわけだよ。で残って彼女が行った後、病室の窓から空を見てたのよ。そんでそれを1枚撮ってから、なんとなくさ、もうその時にね、それその日にこう結果、私はもうアウトって言われたから、で彼女に言えないじゃない、言えなかったのよ、ずっと半年ぐらい。だから半年も前に言われてたの。そう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 、だからそんなような気分があったから、うん、なんとなくさ、空とかさ、雲とかさにシャッター押しちゃうんだね。でもその空を撮り続ける、まあどうしても空を見てしまうっていうさ、うん、気分っていうのはさ、うん、なんかちょっと不思議な気分でしょ。うん、あるね、やっぱりなんかね、うん、空もそのものっていうかさ、空の向こうとかさ、うん、なんかってあんだな。だから空がなんかね、現れてくるっていうのもあるけど、まあ、鏡じゃないけどさ、自分のこう気持ちがそこに映ってるとかさ、うん、っていうようなあるね、なんか、うん、そもそも陽子さんとその出会ったっていうのはいつなわけ。うん、新入社員っていうのはやっぱりこう会社の中を取れとかって言うでしょ。で歩いていろいろぐるぐる回って、うん、ちょうど人事課のタイピスト、うんうん、バブンタイプやってたのを見初めて、それで口説いてさ、まあ社内結婚っていう一番ねトレンディーなスタイルだったわけよ。だって一番初めに回ってって、うん、両方新入社員同士みたいでパッとこう、うん、彼女はね新入社員じゃなかったけどね、うんうん、それでバッとこう なんかあるわけだよね。なんかってほら勘で、うん、まあ、私の言葉で言うと余罪感だな、うん、女の存在感、うん、そんで、うん、その頃そうだね、眼帯好きだったから眼帯させたりとかさ、うん、下町の縁談とかに座るとか、そういう前に使ったコマーシャルの動画残ってるからそれを使ったりとか。それ何、あの閉店後っていうか、そうそうそう、終わってから、終わってから内緒で、内緒で。だから私はだからその主演さんとさ、うん、もう車両家っていうかさ、うん、もう人気あったんだよね。車両家に人気あったのは、うん、下駄で通ってたからさ、正門から入れてくれなかったから、だからそういうようなスタジオでね、うん、ボン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 いろいろ撮ってたわけよ。八百屋お七とかさ、うん、そういろいろとやって、いやだからその、うん、まあ、助手20いくつとかですね、うんうん、芸者陽子とか、うん、つまりそのなんか眼帯とかさ、うん、なんかつまりそういうことは引っ掛けて撮るわけね、うん、そう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 、うん、それ陽子さん自身じゃなくて、陽子さん、うん、綺麗なポートレートとかするんじゃなくて、うん、そうそうそう、そのだから、うん、ストレートフォトグラフィーじゃないんだよね。っていうか、うん、なんかちょこっとさ、うん、こうなんつうかほら、おしるこに塩入れればさ、もっと甘くなるとかさ、いろいろあるじゃん、豆腐でもにがりとかさ、そういうの感じ、なんか刺激物っていうか、なんか嘘ごと入れると、うん、演技するっていうことを入れると、うん、その本当にね、その彼女の魅力っていうのが出てくるわけよ。それから結婚するわけでしょ。そうそうそう、それでそれでその、うん、知り合ってから相当経ったけど、うん、私が31、うん、71年に、うん、あのセンチメンタル旅っていう、だから新婚旅行ね、うん、これを写真集にして、うん、それをその時にその頃もう嘘ばっかり写真、嘘写真が多かったから、うん、そこで、うん、写真ってなこんなもんこれだと思ってたし、それを体現つか付き合ったのは彼女っていうぐらいなわけよ、うん、で試写真ね、試写真で真実の写真、うん、それがまあたまたまこうこれが写真だと思ったのが私に関わることなわけよ、うんうん、でそれは絶対ねもう試写真じゃなくちゃね、写真じゃない今でも思ってるけど、でそれの一冊目のだから要するに写真家宣言つのセンチメンタルの旅っていう、
starken Blumenfeld hat mir lustig guter Ring mit den Glöckchen klinge, 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 kling. Vielen Morgen ist geschenkt, wird's nicht eine schöne Welt, schöne Welt. ああそうか、まあ、その荒木さんの場合はね、うん、前に太陽賞を取ったりいろいろしてるけども、うん、写真家として宣言したのはセンチメンタルの旅。そう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 、そこを私はね写真家としてのデビューにしたいわけ。それはね純粋な写真だから。そう純粋な、その純粋なことをこうナース分かってくれてね、まあ変な言い方だけど被写体になってくれたっていうかさ、一緒にセンチメンタルな旅をしてくれたのが陽子で、うん、で面白いのはね、うん、あれがあそこがね、うん、の写真飾ってあるのがね、うん、あれが最後あれセンチメンタル旅の中の写真で、そう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 、うん、柳川に旅した時にさ、たまたま新婚旅行、そう新婚旅行なんですよ。あれで、うん、写真をたまたま見てパッてね驚いたんだけど、うんうん、その彼女がね死ぬ間際ね死んでいくっていうかさ、どん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 ね、うんうんうん、あれだね、子供とかさ僕とかさ、うん、なんとか言葉使ったりする、子供になったりね、うん、赤ちゃんになっていくの、どん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 、うん、死ぬ間際までぐってね、うん、だからね私は何にも、うん、その計算とか何にももう無意識のうちにね、もう彼女の最後の姿を撮っちゃったような気がする、新婚旅行で。まあその胎児みたいな、そう胎児な格好なの、ね、でそういうことで言うと、うん、あれは三途の川っていうような、なるほどね、うん、その自分が写真家として宣言するセンチメンタルな旅でもって、うん、すでに彼女の最後っていうものをそこにもう撮ってたという、うん、だから これが私が写真の天才という言われなのよ。一時ちょっと過ぎになると、それじゃそろそろ帰るかなと夫は帰り支度を始める。また明日も来てあげるからと言いながら、彼は私の右手をぎゅっと握りしめる。それは握手というより夫の生命力を伝えてもらっているような感じで、私はいつも胸がいっぱいになった。彼の手は大きくて温かく、治療に疲れて無気力に傾きそうになる私の心を揺さぶってくれた。その時の私にとって彼の手の温かさこそが生の拠り所だったのではないかと今しみじみ思い出す。退院して3週間経った今、外は木枯らしが吹いているのだが、夫と囲む食卓は明るく楽しい。今夜は牡蠣鍋にしましょうね。Wir möchten nach
でもね、その荒木さんの場合っていうのはもう生活がイコールね、写真を作るって行為もそのものでしょ。うん、そうね、写真生活だからね、うん、で写真っていうのは愛しい生活とかね、だから愛しい人、うん、愛しいこととかをさ、愛しい気持ちで撮るってもうそれだけなのよ。もうそれだけなんだよね、その他に何にもない、うん、で私の場合は特に陽子だったし、うん、陽子との生活とか人生だったわけよ、うん、なるほどね、うん、じゃあ陽子さんとその写真のことね、うん、っていうのは取り立ててこのあなたの先がこうとかなんとか喋ったことないの。喋んないね、どっちもね、下町生まれだからね、喋んなくてもね通じちゃう。つまり合ってる、うん、写真の作品のなんて関係ないんだ、だって生きてること自身がもう写真だから、うん、だいたい日常つうかさ、うん、見る見られるの関係にさ、うん、さらけ出してる状態に置くっていうこと行為がもう、うん、ね、うん、なんかさ、愛の表現っていうかさ、愛のことだから、うん、まあ喋んなくていいね。だけどさ、あんたはあれでしょ、ずっと陽子さんがさ好きだったわけじゃないでしょ、やっぱりこんなやろうとか思ったりさ、憎んだりいろいろすることあったでしょ。いやないね。ない、うん、もうやっぱり写真家だな、陽子だね。写真家って嘘が上手でないとやっぱりいい写真は撮れないみたいだね。でもね、うん、要するにどういうことかってと、うん、ね、うん、どんだけうまく、うん、ね、嘘をつくか、うんうん、嘘をついてあげるか、これが愛なのよ。なるほど、それが写真行為なんだよ。だけど今までずっと、うん、今日のね、うん、テレビなんか見てね、うん、あれはもうほとんど純愛物語みたいに見えるよ。純愛だろうな、やっぱり。いや、そういう世間で言うね、うん、純愛とかなんとかじゃないんだよね、うん、例えばね、彼女の魅力、ただね、うん、例えばあの家をね作ろうと思った時に、やっぱり愛情、一番最近の一番楽しくね旅行した最近の愛情旅行から何点かいろんなの選んだわけよ。温泉行っての笑顔とかなんとかね、ところが笑顔とかなんとかじゃないんだな、うん、最初にあのね、このこれがね、こうホテル入って、うん、で食事に行く前にね、うん、あの撮ったんだけど化粧して、そのこの写真がね、なんかね、うん、あるの。何かって言ったらね、彼女にね、うん、なんかこうね、不埒な感じがあるんだよ。うん、要するにね、俺だけの女じゃないようなね、っていうか、なんかそういうようなのが一番彼女の魅力だったわけよ。だそういう意味で俺は純愛っつうかさ、うん、だかそういう関係性っていうのは男と女の間のことだしさ、うん、妻と、それが本当の妻っていうかさ、そういうことなんだよね、うん、あ、だそれは、うん、そうだな。だから世間が言うその、うん、なんか夫婦の関係よりももっとね、うん、なんかこう緊張感を持った男と女のなんかこうそういう関係ではもうあったわけだよね、うん、そう、うん、だからやっぱりここの間のことがね、うん、この時空間が大切だった、大切だし、うん、だからこのポートレートはね、うん、私のあれだね、ザ・ベストワンになるね、写真人生。あ、そうだね、本当はね、うん、もう50なんだけど、うん、50からポートレートやろうかなと思ったんだけど、うん、もうね、やってもしょうがないね、これ撮っちゃったから、うん、しょうがない、なるほど、うん、だからやらない。だからちょっとさ、ここのところ空景と称してね、まあなんとなくね、うんうん、ぼんやり撮ってんじゃないの、きっと、うんうん、あれでもやっぱり嘘と誠っていうのがうん、ないと、うんうん、写真ってのは緊張関係にならない、いい写真な作品にならない、うんうん、そこに、うん、嘘とか、うん、もっと本当のこととかさ、うんうん、っていうか嘘をちょんって言えば本当が出てくるとかさ、あるじゃない、うん、それともう一つね、うん、真実ばかり撮ろうなんて思ってるのは写真家じゃないんだよ、うんうん、すごいピュアな嘘を撮りたいわけだよ。なるほど、そこなんだね、なるほど、写真家の写真っていうのはさ、字書くと真を写すと書くと、うん、思っちゃうじゃない、うん、そうじゃない、うん、thank you.
まあ荒木さんにとってはね、センチメンタルな旅で写真家宣言をしたでしょ、うん、それからまあ陽子さんが亡くなるまでさ、ずっと写真撮ってきたわけ。ということはまあ物を作る人間としてのまあその相棒みたいなもんだよね、うん、でその相棒がパッとこういなくなっちゃうっていうのはさ、どういう感じなんだろう、うん、もうダメだねってことないんだ、うん、まあ1回戦1回終わったようなまあことはあるけどね。じゃあなんか全然新しいテーマで撮るとか、すごい写真家になる、また違った写真家になるとか、いやいや、たらたらこう私は時の流れでいいよ、うん、そんでそれでね、本当はこの間ね、品山さんも来てくれたけどさ、うん、励ますかいってやってくれたじゃん、みんな300人ぐらい来て、うん、いっぱい来てくれたけどさ、そんなね励まされたって元気にならない、なりたくない。今ねなんか妙なね気分なんだよね、そのなんかセンチメンタルっていうかね、切ないっていうかね、なんかもう日曜日なんてさ、ポンってさ、バルコニーにチロちゃんとねポンっているって、そういうのがなんか妙にね生理的にいい気分なんで、しばらくはそういう感じでね、バルコニーにね、水やんなかったから、入院中に水やんなかったからね、枯らしちゃった盆栽だとかさ、そういうものを撮ったりとかさ、ポケッと空撮ったりとかさ、チロちゃんがパーッと走っていくのと、そういうような気分をずっとねしばらくはね持っていきたいね。いやこれはね、うん、だから妙に高揚してるんだよね自分が、うん、それはね、あのなんかすごい大きなものを失ったでしょ、うん、失うってことはさ、うん、やっぱり今度は得るってことだからね、うん、なんかをね、だからそこのところのこうエネルギーの狭間っていうかさ、うん、それわーっと渦巻いてて、そういう感じになってんだろうね、うん、それはもう彼女が残してくれたエナジーかもしれないし、まあともかくでもね、うん、写真っていうのは天才じゃなくてダメってことだよね。ね、そう。努力して写真撮るやつはね、うん、ダメ。いくら努力してもダメよ。天才がないやつは写真やんなくていい。やってもダメ。うん。もともと生まれついてのものだから。で、その、うん、そういう生とか死とか、その流れに適当に付き合えばいいってことだけでさ。うん、まあ、簡単なことなんだけどね、写真っていうのはね。でもきっとね、このね、モヤモヤの時期が終わったとしたらね、もしかしたらよ。もしかしたらこう、照れずに生きる喜びとかさ、そういうの取り出すんじゃない生きる喜び、喜び、いや生きることは素晴らしいっていう、日常のね生き生きとしたことって、まあそうだね、90年代は生きる喜びだねきっと。皆さんいかがだったでしょうか、ここは荒木さんの事務所の上にあります喫茶店なんですけど、いやもう今日の対談の最後が生きる喜びという言葉で締めくくられるとはもう僕は思いませんでしたね。では皆さん、あの言葉をねただ信じちゃいけませんよ。荒木さん自身なんか奇妙な気分の中にいる、自分でおっしゃってました。今僕は荒木さんはね不思議な高揚感の中にいると思うんです。僕はその高揚感がある荒木さんの中に非常に陽子さんを失ったすごい悲しみを僕は感じます。ただその気分の中から何か素晴らしい作品が生まれてくるんじゃないか、そんな気持ちもいたします。さて、近未来写真術も次回で最終回になりました。僕は12人の写真家たちといろいろ話をしました。その中から5つの言葉が自然に浮き上がってきました。その5つのキーワードとは一体何なのか、10人の写真家たちの作品とそれから発言を交えて次回は考えてみたいと思います。